俳優。代表作は、ナショナルトレジャーシリーズ、ハングオーバーシリーズなど。フロリダ州フォートローダーデールで、不動産業者スティーブンと、教師、ベティの間に生まれ、ミシュガン州ウエストブルームフィールドで育った。ジェフェリーという、名の兄弟がおり、バーサ本人は、ユダヤ教徒である。1995年にウエストブルームフィールドを這いスクールを卒業した。 アナライズ・ミーで進行主任に回ったことで映画人としてのキャリアを開き、1999年に短編映画タグで俳優デビュー。その後短編映画ハイズ・アンド・ローズの脚本、監督を行い、この映画は2003年にサウス・バイ・サウス・ウェスト映画祭で公開された。また MTV 向けに脚本、制作を担当した ザ・ダスティン・ジャスティン・ショーのパイロット版に出演した。ジーリーとカーニバルさんでメインキャラクターを演じた後、ナショナルトレジャーで脇役ライリー・プールを演じた。2006年に恋するレシピ理想の男の作り方に出演した後、同年3月28日から NBC で放送されたテレビシリーズティーチャーズで主役を務めたが、この番組は 同年5月15日に打ち切りになった。2007年11月、インデペンデントコメディドラマ映画、ホーリー・ローラーズに出演することが発表され、演じるキャラクターは、麻薬売人になっていく、若き経験な、ユダヤ人で、撮影は2008年春からニューヨークで行われた。その後、バートフレンドリッチの新作、理想の彼氏で、 キャサリン・ゼタ・ジョーンズと共演するという発表があり、2008年4月から6月までニューヨークで撮影が行われた。バーサはフランス映画、シューエイティ・ユア・フットに出演予定がある。この映画はパリで荷物をなくした若者が見つけてくれたフランス人女性と恋に落ちるという内容になっている。ハングオーバー。シリーズではダグ・ビリングス役を演じている。 2008年5月からアシュレイ・オルセンと付き合っていたが、2011年3月に破局した。過去にはリディア・ハーストとも付き合ったことがある。ありがとうございます。